Hello, hello, hello. Welcome back to some more judgment. I'm on chapter 5. Days gone by. Chapter 4 ended with my friend dying, coming out my closet. So let's go.東城会を標的とした凶霊会の銃声。カムロ町は混迷の度合いを深めている。Who is the Mao? 誰の目にも見えていたのはヤクザの島争いという単純な図式。だがその陰に大手ゼネコンや政治家たちの存在が垣間見える。そして矢神のすぐ背後ではモグラの鋭い爪が新たな犠牲者を生み出していた。Fuck you, man. I was gonna have it. どういうことです？新谷先生が。でも矢神さん。さっきは大丈夫だって。なあ、沙織さん。俺もまだよく飲み込めてないんだ。ただ、犯人はモグラだと。警察に通報は？いや、これから。じゃあ、まず通報した方がいいです。それから。通報は、沙織さんの方で頼める。俺は警察が来るまでにできるだけ現場を調べておきたい。頼むよ。わかりました。よろしく。かわいい。Must have some evidence on him. Help me catch the bad guy, man.Where are you, cat? Where are you? Well, you're definitely not in my room. Oh, that's a shame.Sorry, cat, I can't find you. Oh, I forget what I can move. I always forget I can move.Shouldn't really touch it though. How did you know just before his death?
源田法律事務所から通報を受けてきた。いきなりあんたが来るとはね、黒岩刑事。新谷弁護士か。ええ、よく知ってるよ、羽村を無罪にした凄腕だからな。そうか、お前それが妬ましかったんじゃないか。は、被害者とはもともと不仲だったって。なるほど、挨拶代わりに人を犯人扱いか。できる刑事はやっぱり違うな。これから鑑識を入れる。お前には住居人として立ち会ってもらうぞ。その後ここは立ち入り禁止だ。いつまで？少なくとも今夜はよそで寝床探せ。そんな金ないんだけどな。汚職警官に払ってる金があんだろ。綾部の情報はガセも多いぞ。何の話です？お前警察なめんなよ。 Come on, there must be one good guy in the police force. ああ、さっきまで警察の捜査に立ち会ってて、源田先生はまだ事務所に？ええ、八神さんから新谷先生の話を聞きたいって。私も同じです、星野君も。分かってる、今からそっちに行くから。じゃあまた後で。 Who offed him?Hang on, where are we going? Well, I need to head here first. Let's go pick up some med kits now I'm rich. Shame they can't just sell like band-aids. Some bandages. That'll heal up my fucking stab wounds.I guess that's what a med kit is, really. All the stuff inside it. Please don't lock me out. Nice talk. Right, let's get some med kits.Let's buy two little ones and a medium. That should be about 200k. SP for items. Oi. Oh. What do I need these for, though? I don't need them. I don't need crap like that.八神さん。ふう。なお。150k. That's what I'm spending. Why they so expensive? Just give me a discount. He's orange. He's got no interest.
I'm salivating, mate. Easy. いい加減にしろよ。Easy. I'm gonna get slapped in the face.You know nothing. 大変だったな、ヤガミ。疲れてるとこ。新谷先生と連絡が取れないって、沙織さんからそう聞いたんで、電話をかけてみました。その着信音がうちの。クローゼットの中から聞こえてきたんです。新谷はモグラの手口でやられてました。モグラの手口って、じゃあ新谷先生も目を、ええ、えぐられてた。凶霊界に狙われてたはずがモグラにやられるなんてな。新谷先生、今日何か知っている口ぶりでしたよね。ああ。どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。あの人は何か俺も知らないモグラの情報を持ってた。多分羽村からの仕入れだ。その口封じに殺されたのかもしれない。あの、モグラが新谷先生を矢上さんの事務所で発見させた理由は何でしょう。わかんねえ。奴を追っている俺への嫌がらせか脅し、その両方かも。矢上。はい。お前しばらくおとなしくしてろ。かなりヤバいんじゃねえか。なんなら少し町を出てた方がいい。お前までモグラに狙われたら。わかりました。先生の言う通りにします。俺は新谷が駆け出しの頃から見てきた。あいつ頭が良くてよ、俺なんかより何でも要領が良かった。ただいざって時の育児はねえし、弁護士としちゃ粘りもよい。それでもずっと俺についてきてた。この先もずっとそばにいるもんだと思ってた。初めて俺がここに来た時、弁護士のイロハを仕込んでくれたのも新谷先生です。頼れる先輩でした。報告ありがとうな、矢上。沙織君、今日も帰ろう。駅まで送る。はい。お前今夜ここで寝てったらいい。助かります。星野君は？僕はもう少しやってから帰りますんで。
そっか。じゃ、お先。おやすみなさい。So I talk. この事務所、八神さんの事、もともと僕の方が新参。ええ。八神さん、さっき言ってましたよね。源田先生に。しばらくおとなしくしてるって。でも本当はモグラを大きでいるんじゃ。もしそうだとしたら。源田先生には黙ってます。ただその代わり、ん、僕もいいですか。一緒にモグラを追いかけても八神さんたちの足は引っ張りません。だからもしかして新谷の敵討つため。あの人はいつも自分に自信がないのを虚勢で隠して。分かりやすい人でした。見た目や態度よりずっと弱かったはずです。羽村の頭とだって好きで付き合ってたわけじゃない。ヤクザなんて怖いに決まってますよ。その結果が今回の事件です。僕はいつも新谷先生のすぐそばにいたのに何の力にもなれなかったんですよね。本当に僕は若造で、自分でもまだどんな弁護士になりたいのかさえ分かってません。刑事弁護なのか、それとも民事でやっていきたいのかすら。でも仲間が殺されても知らん顔なんて、そんな弁護士になるのだけはごめんです。ですから。いいのか。源田先生はおとなしくしろって言ったんだ。なのに君が俺と動いたら。気にしないでください。He's down for it. 自分の弁護は自分でできますから。だから八神さん、いいですか、僕も一緒に。OK しないと源田先生にチクるんだろう。ねえ、申し訳ないですけど。よし、わかった。じゃあ早速一つ頼まれてくれ。喜んで。まず殺される前の新谷が何をしようとしていたか知りたい。で、そいつが分かるかもしれない証拠があるんだ。I should have seen that hint that watched him before he died. What was doing before he died? I have some hints. So what was he doing before he died? He got a phone call. 今日新谷がスマ、これがどこのものなのか知りたい。なるほど、了解です。でも運が良かったですね。犯人がスマホを残すなんてミスしてくれて、こうやって通話履歴も見れるし。いや、ミスじゃない。スマホの端末をどうしようが。通話履歴は残るんだよ。あ、そうなんですか。ひょっとしたらモグラは早く俺に死体を見つけさせたかったのかもな。え？わざわざうちの事務所なんてとこに死体を隠したんだ。どんな騒ぎになるかすぐ見たかったとか。あ、さっきの電話番号ネットにありました。先端創薬開発センター、そこの代表番号ですね。なんだって。知ってる場所ですか。ロンドン、ロンドン、ロンドン、創薬センターで殺人があった。入院中の患者がそこで殺されて山に捨てられたんだ。そして捕まった犯人が大久保新平。大久保って、あ、八神さんが弁護した。あの大久保新平は
創薬センターに出入りする理念業者で、タオルやシーツを 2,3 日おきにクリーニングしてた。で、回収したシーツごと死体を運び出したとされてた。そうでしたね。その裁判で八神さんは大久保を無罪にして、でも彼はすぐに次の事件を。もうそこまででいいよ。新谷先生はなんでまた創薬センターに連絡を？誰と話そうとしたんです？それはセンターに問い合わせれば多分わかる。ただ今日はもう遅いか。星野君も帰りな。お互い少し休んだ方がいい。じゃあ明日から仕切り直しですね。どんな風に進めますか？そうだな。ここだと源田先生の目があるし、カムロ町のシャルルってゲーセンがある。まずはそこをアジトにしよう。わかりました。海藤さんには僕から連絡しときます。ああ、助かるよ。じゃあ明日またシャルルで。Bam! Bam! Shut eye!Probably get scammed. It's gonna scam me. Oh, now he's a friend. Oh, it's this dude. Hermit of the Dragon Palace. Cool name. Yagami desu. Ready to die, punk.Yeah!
Why aren't you dying? Oh, he's the main. Why weren't you dying? Gotcha! Gotcha! Fight time! Is that a vibrator? It's just... Hey. Carry the old man the entire journey. Might have a break in a minute. It's 1 o'clock in the afternoon. Time for lunch. Mm-hmm.
Wow, I've opened up more of the map. Thanks. Thanks, old man. Is he a trader? Might have to take on some side quests soon. Let's do it. Let's pick up a side I don't think I'm gonna get into another fight. I need a restaurant. It's not the mad bomb. Oh. You better pay me. ちょっと待てよ。 Just break his ankle again. Oi! Hard to do.
Thank you for the little bit of cash. Typhoon. A little bit. AESP though. Alright, next episode I'm going to do a couple of side quests. Probably finish Amidst a Dream. Finish that off. So thank you for watching. I appreciate it. And hopefully I'll see you on the next one. Peace out. Whew.